1グループ5人までは許して。え、それさ、いっぱい押してるグループがあったらすごい、押してるグループ ×5 みたいな。大変じゃ。金さん、ありがとうございます。中村舞です。かわいい、ありがとう。やばい、くしゃみ出そう。あー、わー、STU は可愛い子ばかりだから困る。するな。わかる、めっちゃわかる。わかる。くしゃみ我慢しない方がいいよ。違うよ、なんかみんなが見よるって思ったらね、出てこんのよ、出そうなのに。もうもうっていうのは変ですけど、さあ出てこんのよ本当に。なんかね、いや配信私がしてるからなんですけど、すいません、やば、あ、すこちらこそすいません、一回も聞いたことない。いやね、そう、くしゃみがね、なんか出そうで出ん、すごいさ、ムズムズするやつ。なあ、我慢してないよ。こより使う、え、なんで、なんでですか。眩しいところを見る、電気とか。くしゃみ聞きたいです。今度録音しとくわ。出そう出そう出そう、ポチッ、ハクション。みんなのために今度シングルでカップリングはくしゃみ、くしゃみ特集。くしゃんくしゃん、チョコが止まらん、食べたい。ワールドカップすね、なんかワールドカップが終わってツイッターとかすごくって、なんか私全然本当にサッカーのこと全く詳しくなくってですね、その正直サッカーをまるまる1試合初めて見たんですよ、あのテレビで。でなんか1試合初めて見たのですけど、なんかめっちゃもう興奮して、でどんな凄さなんか全然それが分かってなくって、でツイッターでみんながもうこれはすごい祝日だーみたいな、すごいあのなんかわっしょいってなってて、すごいことなんだなって後々分かって、うん、びっくりしました。平日だったよ今日。お仕事しましたか。
右でカムハンって言われた。なんか恥ずかしい。そう。なんかさ、私ご飯っていうか、なんか、多分右で噛みがちなんかも、うん、左に、どっちもで噛んだ方が絶対いいけんさ。いや、恥ずかしい。にゃーん。私の解説、私の実況ボロボロでしたよ。オフサイド覚えた？覚えてない。覚えてないっていうか、いまだにあんまりわからん見よっても。でも反則らしい。そうそう。攻める側としては悪いことで、守る側としてはいいことっていうのは覚えた。そういうことでしょ。昨日いっぱいオフサイドあったやん。いや、わからんよ、そんな。わからんよ。なんかが、なんかよりも前に出たら、オフサイド、みたいな。VAR 覚えた。 VAR アディショナルタイム覚えてたらいいです。覚えてた。昨日7分もあった、後半。昨日ね、覚えた単語いっぱいある。あとはなんだったっけ、あ、コーナーキック、あの角からねキックします。あ、そう、ポストとバー、なんかこのゴールのこのこことここさ、覚えました。あと、え、難しい。サッカー場はなんだっけ、ピッチ、ん、ピッチじゃない、あれなんだっけ。覚えてる。いや、覚えてるよ。ポストとバー違う。え、なんかバーが上で、下ってか、このサイドにある、このゴールの、この横の部分がポストじゃなかったっけ。ペナルティーキックは ?PK! あの、昨日ドイツが日本に、あの、PK だった。こういうなんか文章の作り方合ってる？違う？ PK した。そうで、 PK はだいたい点結構入るらしい。あ、肉まんありがとう。もう覚えてます。今日サッカー見るの？え、今日サッカーあるの？なんか次のさ、サッカー27日って書いてなかったっけ、なんかに。あれ、今日じゃない、20、日本27日ぐらいじゃなかったっけ、何やったっけな、
そう、コスタリカ。コスタリカって、そうさ、やっとるところはさ、もうずっとあそこなんかな、あのカタール、カタールってとこなんですか、もうずっとあそこでやっとん、カタールでし、カタールだけでやっとる。会場は変わらん。沖縄ツアーの日、え、そうですよ、沖縄がね、そう、27だっけ28だっけ、ツアー27だったっけ。27か、丸かぶりしてるんや。あああと、あとは結果を知ることになります。はい、ライブ終わるのと試合終わるの同じなの。今日の服もっと見たい。ちょっとね、どうやって見せたらええんかいね。うん、なんか大きい場所がないんですよ。あ、なんかアザラシありがとう。この布団に入ってやってることがバレました。止まる？え、電波悪い。もぞもぞしとる？え、悲しい。なんでやろう。画質が悪くなった？途中でしょ。戻った？なんかたまにね、こう電波悪いんですよね。なんでなんでしょう。ぼやけて見えん。これどっちでしょうか。来た。パッキリ言うた。回ってる。どっちでしょうか。今日ね、撮影したんですけどね、あの仕事で。そしたらね、カメラマンさんがね、いい足首してますねってね言ってきてね、私初めてなんですよ、足首を褒められたこと。なんかいい足首してますねって言われて、はい、ありがとうございます。え、そう、なんか足首ですかみたいな言ったら、なんかすごい、なんか細くていい足首ですみたいな言われて、足首のいい足首とはって感じなんですけど、そのあの足首を今日は褒められます。初めてですね、足首を褒められたこと。フェチなの。ふくらはぎ、いや、足首らしい。足首フェチの人っているの？マニアックって言ってる。わかるって人いるよ。そうなん。でもさ、靴下とか履いとったらわからんやんね、足首ってね、ブーツとか履いとっても見えんし。
ハイヒールを履いた時の足首好き。え、そう、今日のその撮影が、その、ちょっとヒールがある靴だったんですよね。で、なんかそのヒールがある靴で、で、さらに座って、こう、体育座りをしたみたいな。そしたら、体育座りみたいなのした時に、こう、なんて言うんですか、こうなるんですよね。足首がこう、なんかわかりますか？ちょっと伝わりづらいんですけど。そこの、なんか足首が良かったらしくって。いい足首をしてる。普段隠れてるから見えるといいって感じかな。あー、なんかありますよね。なんか見えて、普段見えてないからこそ。足首に注意。いやー、私何フェチか、毛細血管。私紫色の毛細血管めっちゃ好きなんですよ。なんか毛細血管の魅力ってこう一言で表せませんけども、なんかいいよね。ごめん、ありがとう。初見さん、ありがとうございます。中村舞です。ありがとう。なんか確かに青っぽいのもあるね。でも紫っぽいのもない。青紫静脈ですねって静脈が好きです。で普段さ、見えてるのって静脈ばっかりなんじゃない？メンバーだと？ちょっとね、私言いたいんですけどね、これを言っていいのかちょっとわかんないので、ちょっと言うのこうかな。いや、でもね、言いたい。私、あの、メンバーで好きな毛細血管を持ってる人がいるんですよ。でも、なんかあんまり言いすぎたら、なんかちょっと、警戒されてはいけないので、言わないでおきましょう。ここだけ？絶対言うじゃん。こっそり見てるの。え、そう、静かに。あ、いい血管だなみたいな。あ、いい血管してる。先輩です。先輩ですね。はい、どういうところがいいの？やからな、なんかもうなんかゾクゾクする。いい、なんかいいですよね。誰だ誰だってみんなが誰なんだ。でもそう、先輩って言ってもそうね、みんながもう特定し始めどこの部位？うん、それも秘密。ちほちゃんかな？私ね、ちほちゃんはね、あの、歯フェチなんですよね。ちほちゃんの歯が大好き。なんかあの歯大好き。なんかメンバーによって好きな部位あるかも。私ちほちゃんはね、歯が好きなんだよね。
ラストテイク私も見た。めっちゃすごかった。なんかアレンジ？ありがとう。そう、すごかった。あのもうみんな誰々でしょ、誰々でしょ、まあ、みんなうわだファーストテイクで歯が映ってた。いや、そんな歯、そこでは見てないですよ、私は。本当に。そんな、普通にあの、蝶ちゃんと、あの、話すときとかに、見てます。ちなみに私、おきちゃんは、あの、眉毛が好きです。あの、眉頭。ここ。なんかこの、ここが好き。ここ。サーヤンのメールでマイキューの歯の写真来たよ。なんか私サーヤンの写真に写るとき歯を全部見せたくなっちゃうんですよねなあ、変なことばっかりしちゃう。サーヤンと撮った写真ね、多分あんまりなんかこうなんですか、こういう写真全然なくって、なんか何かしらなんか動いてるか飛んでるか、なんか顔をすごいことにしてるか、なんかサーヤンの携帯にはそういうのばっかり映っちゃう私の歯の全貌。自分の好きな部位は、鎖骨今探したけどやっぱ鎖骨っていうとこ。私今日髪の毛ねセットされてる時に、なんか頭皮にねほくろがあるんよ、この頭頂部に大きな ほくろがあって、そしたらなんかメイクさんが、こんなとこにほくろがあるよって、かわいいねって言われて、全然私ここのほくろ結構、なんかあんま好きくなかったんですけどかわいいねってそう言ってもらってなんかねそうここにほくろ、でもね、まあ多分私身長163センチあるんですけど、あんまり多分このほくろを見ることはないと思うんですよ、そのメンバーもね、あのこう上から見ないと分かんないんで。チャームポイント隠しとこう。右牛首のほくろもね、いや私右牛後ろの首のほくろって何？右後ろの首にほくろあるの私。部屋ってめっちゃ怖いよ。どういうこと？私右後ろ、首にほくろあるの？
同じ？そう。こめかみある。ここにある。これね。頭皮にできがちない。頭皮なんかな、ここは。後ろ向いた時に見える？嘘。うなじにほくろある？ちょっと待って、自分の知らんほくろがあるんだけど。四国ツアーで見ました。え？隠しとこう。後ろ見てよ。いや後ろ見れんよ、自分の後ろは。写真撮らんと。うなじ見せて。見せるもんか。絶対に見せるもんか。チェックする。いやよ、やだ。ゆっくりターンしてください。やだ。やだ、やだ。あの、お願いに応えない中村。やだ。なんかさ、イヤイヤ期来とんかもしれん。なんかね、しかもね、なんかその人のなんかなんだろう、願望とか感じたら、よく見たいみたいな、そういうのを感じたら余計見せたくなくなったりするんよ。なんかイヤイヤ期なんですかね、これが。第5次イヤイヤ期。見たくありません。いや、そしたらもう大丈夫ですみたいな。だからマジむずいんよ、自分の心がむずい。デレデレ駅来ないです。デレデレ駅来ません。直近さんありがとうございます。中村舞です。愛媛県出身です。お決まりって誰がつけたの？名前？なんかマネージャーさんかな、お決まりって。なんかさ、 STU48 に入った当時になんかマネージャーさんからお決まりって言われてかな。なんか2人でお決まりみたいな感じでお決まりって言われた気がする。そこからな気がするな。うん、そこから初めて2人で、あのボムさん、あの雑誌でその取材していただいて、そこでお決まりみたいな、なんかマネージャーさんに言われた記憶ある。二人でお決まりみたいな、プリキュアみたい。あの頃は仲良しだった。いや、なんなら今も全然仲いいよ。いろんなことを経てもっと仲良くなりました。はい、ちょっとチョコが止まらん、マジで。お腹空きすぎて。今何時なんや。6時44分か。お腹空いた。
ご飯食べれる。舐めよチョコ。飴みたいに。噛んじゃった。メイキューペット飼わないの？私実家にワンちゃんがいるんですよ。なんで今なんか新しくなんか迎え入れたらちょっと浮気してる気持ちになるんですよね。なんかわかりません？実家にもう愛しのワンちゃんが2人いて、でそのワンちゃんのことを考えると、今ね住んでる家で新しく迎え入れるのはないかなみたいな気持ちになります。わかるよねこの感じ。そなんか実家で飼ってるワンちゃんがいるとね、猫ちゃんならいい、そんなことはない。なんかだって犬派猫派とかさ、なんかあるじゃんそういう質問。ありがとうございます。それだったら今の家に、まあ無理だけどワンちゃん一緒に暮らしたいって感じ。どうもありがとう。もーちゃんとこーちゃんいつからだ。もーちゃんとこーちゃんさ、私が小6の誕生日の日に来たんでね、もう何年でしょう、何歳だ。来た当時0歳だから。おはーい、ちほちゃんかな。ありがとう。あ、配信してました。すまんね。すごい、ちほちゃんのノックの音、穴雪。そうだよ。ちゃ何が何でもあれしよう。雪だるま作ろうだ。ちほちゃんが帰ってきました。配信そろそろ終わろう。私夜ご飯、うん、お腹すいたんで夜ご飯も食べるんでね。よそ行きの声になったって言われた。恥ずかしい。私の前でよそ行きの声出してたの？出してませんけど、はい、いや。ちょっとじゃ配信をね終わりたいと思います。ありがとう。うわー二人部屋なんです。ひょうちゃん今日も可愛いですか？可愛いです。決めポーズしてきた。前髪がいい前髪です。そう、切りました。いい前髪、ストレッチン、いい歯してますよね。やばい、歯の前方を見せてきた。なえちゃんになら何でも見せられるよ。本当にそう、すごい、もう多分ちょうちゃんの多分98% ぐらいは多分見てる。うん、じゃあ 100% ぐらい見てるんじゃない。もう何でも見てる。本当にすごい、うん、ということでちょっと終わりたいと思います。願状読みますね。亀吉さん、真央さん、真由民さん、水軍スピリッツさん、きなぺこさん、ミッキーさん、くまねパパさん、熊吉さん、ゆず吉さん、福太郎さん、りょんきゅうさん、 TM マーさん、みやびさん、ありがとうございます。ありがとうございました。